小浜湾に沿って形作られた京を思わせる町並み。小浜西組と呼ばれるこの地域は明治時代の区画がそのまま残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。かつての小浜の目抜き通り、丹後街道沿いにあるのが小浜町並み保存資料館です。大正期に建てられた伝統的な町屋で、昭和10年までは日用品などを販売していました。軒下には金具が残っています。このがったりがあったと思われます。このがったりっていうのは今でいう折りたたみ式のベンチになります。お店の人がその上に荷物を置いて商売をしてたものなんです。中は店と住まいに分かれていて、大正時代から使われていたかまど、昭和の五右衛門風呂があり、ここで生活していた人の軌跡を感じることができます。通り庭が伸び、中庭へと続くのは京都の町屋の特徴です。もう京都の文化をめちゃくちゃ受け継いだお家になっております。我々や先代がこの古いお家を守ってきたのですから、ここへ来てもらって昔の生活ぶりを想像してもらって、そして小浜西組っていうところを興味持ってもらって、で地元の若い人たちにこのまま受け継いでいってほしいと思いますね。語り部の話とともに、小浜西組の町屋文化を伝え続けています。